世界で長いと。でなんで、で基本的にはそんなに太った人、向こうの太った人って本当100キロ、私も95キロで始めた時に体重が少ないって言われたんですからね。そういう感覚ですよ。95キロ、え？とか言って、でそれも勘違いもありましたよね。向こうに行って全然大きい、あ、私と大きくないんじゃないかみたいな、ね。行きたかったですね。そうですか。でそれでだからなんでそんなに細いのにダイエットするの？ダイエットが逆になんでそんなに日本では流行ってるのか聞いてみたいと。その辺どうなんですかね。そうですね。いや、だからやっぱり価値観の違うところに行くと全然あの何のストレスもなくなっちゃうかもしれませんし。やっぱ日本あれですか、ストレスが多いからダイエットですか。太ってる人間に対するストレスが結構ありますよね。そうですか。あるいは自分をこう見てそのまま私なんかデブだなって思うんですけど、痩せてる方でも太ってるとか思っちゃうとか、ね、そうなんですね。どこが太ってるんだっていう、 それがだからそれってだから心の目で見てるってことですよね。そうなんです。心の目があるんだけど、心で見てるから自分ではなんか太ってる。私もあの実はオーストラリアを出た、オーストラリアに行った時は57キロだったんですね。で今から思えばその体重でいいなと思うのに、その頃はすごいデブだと思ってましたよ。そう、全然ガリガリじゃん。もうその57キロには永遠に行かないだろうという、もう諦めました。すでに僕は60キロだったんですけど、もう無理です。それはいいとしまして、それはいいとしまして、だから その辺ですよね。皆さんこう痩せてらっしゃるのに太ってると思う気持ちの問題ですよね。本当に必要かどうかと思います。そもそもダイエットか。そうですね。あるいはなぜダイエットするのかっていうね、その辺もきっとあるんじゃないかなと思うんですけれども、パートナーがすぐ見つかってたら全然ダイエットしなかったと思いますね。あ、やっぱり太っデブであるということに気を、例えば自分の性格が悪いとか、そういうことにはあまり考えない。やっぱりデブであったという、そうですね、そのせいにしたところもあるかもしれません。ああ、なるほどね。あのそういう意味ではなんかダイエットってとってもなんかこう深いし、それから心と食べ物の関係、今回私映画で自分で学習したんですけど、いや非常に深い世界だなとは思いましたね。はい、その状況によって食べたいものが違うというのが面白いですよね。それをなんか突き詰めると、例えばもしかしたらラズカルさんのポテトチップス、不老者と一緒にベンチで食べるポテトチップスには、多分成坂さんが1歳の時になんかお父さんがとかお母さんがとかね、何かあったのかもしれないし、その辺ですよ、ダイエットセラピーは。その辺のだから意外と何気なく食べてるものが、そういう自分の何か人間関係とか、あとですね、そのなんか物質的にはやっぱり油分ですか。でもそれもなんか理由があるんじゃないですか。脳に科学的なものがある。あ、そうでしょうか。あ、そうでしょうか。なんかそんなことをちょっと皆様も考えていただければ、またこれから見ていただく方も、考えていただけると嬉しいなって思ったりいたします。なつかさん、今日お忙しい中ありがとうございました。本当にもうすずめの涙の謝礼ですけども、ありがとうございます。Спасибо.